カササギは、長幸スズメメカラスカに分類される鳥類。近年は、ピーパイカから、ピーアサイランシスピーボトネンシスピーモリタニカピーセリカを分割する説が提唱されている。世界的には、北アメリカ西部、欧州全域、中央アジア、アラビア半島南西部、極東、オホーツク海北部沿岸に分布する。現在一般的な分類では、旧北区の広範囲に分布する。 しかしこの分類は不正確であり、修正が迫られている。北米の2種を亜種として含めると、その分布は旧北区に加え2北区となる。逆に、本種を複数種に分割するなら、日本の個体群を含む亜種、PP セラシアは別種 P セラシアとなり、その分布域はほぼ東アジアに限られる。日本では北海道、新潟県、長野県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県で繁殖が記録されている。秋田県、山形県、神奈川県、福井県、兵庫県、鳥取県、島根県、宮崎県、鹿児島の各県、島所部では佐渡島、津島で生息が確認されている。国際鳥類学会議は11亜種を認めている。ただしこれらのうち P セラシア、P モリタニカ、P アサイランシスは別種かもしれない。 逆に、カササギ族全体が一種に分類される可能性もあり、その場合は、北米の同族二種が二つの亜種として加わる。日本においては、カササギ生息地が国の天然記念物に指定されているが、絶滅を危惧する状態にはない。指定地は以下の通り、九州の古代軍は、朝鮮とは別亜種で中国と同亜種に分類されている。 九州の個体群は17世紀に朝鮮半島から現在の佐賀県及び福岡県筑後地方に人移入された個体が起源とされる。なお、日本初期には飛鳥時代に白木からカササギを持ち帰ったという記述がある。しかし、室町時代以前の文献に見られる観察記録にはカササギと断定できる記述はないとされている。移入時期は 豊臣秀吉の朝鮮出兵とする説もあるが、文献記録がなく、伝聞の意を出ていない。一方、台風や季節風により本来生息域である大陸から名義をし飛来した自然都来個体が定着した可能性も否定されていない。しかし江口、久保は、福岡県玄海灘沿岸生息群と佐賀平野、生息個体群の分布調査からは、自然都来の可能性は、 極めて低いとしている。また、万葉集に、カササぎの歌がないことがトライ時期の傍傷の一つとなっている。江戸時代には、朝鮮ガラス、高麗ガラス、唐ガラスの別称があり、江戸時代の生息範囲は、柳川藩とスケカ藩の周辺の周辺非常に狭い地域に限られていた。また、佐賀藩では狩猟禁止令により保護されていた。生息域が、 極めて狭く珍しい鳥であることから1923年3月7日、その生息地を定めて、カササギ生息地一帯の市町村は、国の天然記念物に指定された。また、佐賀県では、県民からの一般公募により、1965年に県庁とされたほか、陸上自衛隊メタバル駐屯地のシンボルマークにも、あしらわれている。 1960年代以降電柱への映像特性を獲得し、分布障壁となっていた山地の森林が減少したことなどから、1970年代以降急速に生息域が拡大し数が増加した。また、佐賀県の生息域は国の天然記念物に指定されている。1980年代には、北海道の室蘭市や苫小牧市周辺で観察され、 繁殖している。落農学園大学らの研究グループが2011年から調査を行い、トマコマイの個体群の DNA は、ロシア極東のものとほぼ一致したが、韓国のものとは違いが大きいと2015年に報道された。カササギは長距離の飛行が苦手なこともあり、これらの地域に生息する個体群の移入経路は長らく不明であったが、2016年、 ロシアから貨物船に乗ってきていた説が提唱されている。電柱状に作られた巣。佐賀市内にて撮影。カササギのつがい、人里の大きな木の木の柄に、球状の巣を作り繁殖する。橋太ガラスのように群れを作らず、主に津がい、もしくは巣立ち前のヒナと少数単位で暮らす。また、橋太ガラスよりも一回り小さく、黒地に白い羽を持つ。 1960年代に行われた調査では、標高100メートル以上の産地には生息せず、人里を住処としており、広い森林が覆う産地は、分布障壁となっている。なお、和名、笠詐欺は、詐欺の音を含むが、分類学的には、詐欺と遠く離れている。穀類や昆虫、好みなどを食べる雑食性である。ケラやハサミムシ、 コオロギなど地面に生息する虫も捕食する。秋にはイナゴなどの害虫を食べることから液腸とされる一方で果物や野菜も食べるので害腸とされることもある。戦前の調査では全羅南道のカササギの砂脳からジャガイモや大豆が見出されている。日本に生息するほとんどの個体は古い巣の再利用はせず10月下旬頃から 映像地を探し始め、3月中旬頃までには、柿の木、絵の木、クスの木、ポプラなどの樹高8メートル以上の樹木に、木の枝や藁などを用いて、直径60センチメートルから1メートル程度の、球状の巣を作る。日本に生息する個体が作成する巣は屋根を有する構造であるが、ヨーロッパに生息する個体では、屋根のない構造の巣も作成すると報告されている。また、 屋根があってもカラスによる卵やヒナの捕食を完全に防ぐことはできない。地域的にあるいは生息環境により電柱や鉄塔などの人工物に巣を作る個体が見られる。樹木が少ないため人工物を用いると考えられ、都市部でも樹木が多いヨーロッパでは人工物への営響が少なく、また、 日本では都市化が進んだ1980年代頃から電柱層が急増した。電柱層は猫などの地上の捕食者を完全に阻止できる利点があり、ヒナが巣立ちする割合は樹木層よりも電柱層の方が高い。九州北部では電柱層の傾向が顕著になっており、樹木が多い山麓や農村でも電柱層の割合は住宅地とあまり変わらないという調査がある。 なお、樹木が少ない環境では、金属製ハンガーや針金などを素材とする場合があり、時として停電を招くこともある。そのため、九州電力などは、電柱上の変圧器付近に黄色い、風灰型風車を取り付けるなどして、かささぎなどの鳥に巣を作られないよう対策を講じている。また、行政では、針金などの金属ゴミを放置しないよう環境美化を、 呼びかけている。産卵は、映像後すぐに行われ、楕円形の薄い緑色をした卵を6、7個産む。メスが放卵し、最終卵産卵後17、18日で孵化する。各卵は火を置いて、畜時孵化するため、ヒナの成長度には、差が生じ、遅れて孵化したヒナ鳥の多くは死亡する。孵化後、約4週間で一羽馬が育ちし、5月下旬には、育ちも終わり。 巣は放棄される。巣立ち後の若鳥の生存率は30%程度で12月頃まで、集団でネグラにつくが、その後つがいを形成して分散し、個別の縄張りを持つようになる。なお、つがいの関係は一生続く。カササギは鳥類の中でも大きな脳を持っており、哺乳類以外では初めてミラーテストをクリアした、すなわち、 鏡に映った像が自分であることを認識したことが確認された。日本においても老人や子供は警戒しない一方で若い男性など危害を与えようとする者には警戒して近寄らないという観察結果が出ている。古代古代の日本にはもともとカササギは生息しなかったと考えられる。ギシワ人も日本にはカササギがいないと記述している。 しかし、七夕の架け橋を作る伝説の鳥として、カササギの存在は日本に知られることとなった。奈良時代の歌人、大友やかもちは、七夕伝説に取材した夏季の歌でカササギを歌っている。カササギの渡せる橋に置く、下の白木を見れば夜ぞ吹けにける、七夕のカササギの伝承は日本では、詐欺とつくから、詐欺の仲間だろうと思われたため、カササギではなく、 詐欺で代用されている。現代では、カササギは、鳥類のカササギを指す文字として使用されているが、古代におけるカササギの意味と読みは特定されていない。例えば、日本書紀には、アスカ時代の水古天皇6年、聖徳太子の使者として、白木に渡った、キッシ金バン,ン庭のカササギを持ち帰り献状、南ンの森で買ったという記述がある。この日本書紀の カササギには、万葉仮名が振られておらず、カササギという読みが、初めて登場するのは、平安時代中期の和名類受賞である。江戸時代以降現在日本に生息するカササギは、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、非全国の佐賀藩主、鍋島直茂、筑後国の柳川藩主、立花宗茂など九州の大名らが、朝鮮半島から日本に持ち帰り繁殖したものだと、 される説があるが、持ち帰りに関して記録した文献がなく、真相は不明である。一方、佐賀、柳川両藩では主に17世紀に入ってから、地市や産物町などに目撃例や、生息地、生態に関する記録が見られるようになる。その一方で、冬には、朝鮮半島から津島に渡ってくる個体があるほか、宮間ガラスの大群に、 カササギが混じっていることがあるという観察結果から渡ってきたカササギが局地的に定着したという意見もある。七夕伝説における織姫と彦星の間をつなぐ架け橋の役を担う鳥として親しまれている。なお、現代中国語ではキカササギと表記する。朝鮮語ではカササギをと呼ぶ。大韓民国では首都のソウル特別市をはじめとする多くの都市が 死の鳥に指定している。また、ソウルの地下鉄にはカチサン駅という駅がある。チェジュ島には生息していなかったが、1989年に新聞社と航空会社が協賛して、半島の生息種を約50羽包丁した。天敵のいない環境で一時期10万羽以上にまで増殖し、外来種として生態系と農作物に深刻な被害をもたらしている。 チェジュ島のカササギは、有害野生動物に指定され、自治体による計画的な駆除が行われている。英語では、カササギ、オナガ、サンジャク、ヘキソンなどをまとめて、マグパイと呼び、伝統的におしゃべり好きのキャラクターとしての表彰を与えられている。また、金属など光るものを集める習性があるという、広く知られた俗説によって、泥棒の暗誘に用いられることがある。しかし、 実際には笠先にそうした修正はないことが近年の研究で報告されている。ありがとうございます。